1オクターブを体で表現してみよう。私たちはだいたい身長分、目で見える高さ、そして足のあたりの低さなんかを音階に表現していることが多いので、今日はやってみましょう。皆さんこんにちは、チェーズボイスです。本日も始まります。本日は1オクターブの体の感覚、結構ここのところやってるんですが、だいたい私たちが感覚的に1オクターブを認識しているときに、このやっぱり等身大の部分っていうのがすごいあるわけよ。でこの等身大っていうのと、自分の体をこうやって上げる、ルーベアップするみたいな形、この、膝曲げたりとかっていうのは使うんですけどね、基本的にはちょっと曲げない方が体がよくわかるので、今日はこのオクターブを背伸びをしてから降りるまで、背伸びをしてから降りるまでの幅と、自分の身長分のここからここまでの幅を揃えることで、比率が出てきます。でこの比率のことを今日はやってみようと思います。大丈夫ネッツスタート。あのね、オクターブってのさ、足の先から、まあ、大体この辺っていうかな、目で見える範囲だから、手を上げてこう上に行くところまでっていうか、いわゆる届くような距離だと思ってもらいたいね。でここから一番床までを1オクターブの長さとしましょう、しましょう。そうだとは言ってないんだけど、私たちが認識しているときに一番分かりやすいのがこの辺の感覚なんで、今日これでちょっと皆さんやってみましょう。お椅子に座ってる方はお椅子に座った状態で、膝とか曲がってるけど、そのお尻のついた状態から下と上って考えてね、あの畳にこうやって S 字で座った場合は上半身になっちゃうけど、普通に椅子に座ったら足下にあるんで、足にこうついてる部分から手を上げて、まあ、この辺までが1オクターブと考えてみましょうか。そうするとさ、ここがまあドだとして、足元がドだとするのね。そしたらドシラソファミレド、本当はこういうふうにやりたいんだけど、ってなった時に、皆さんもだいたい身長分、みんなあの手がすごい長いぜっていう人がいたら、その長いのは長いのでやってください。あのなんていうかな、変な言い方なんだけど、音の幅は決まってるんだけど、決まってるのは比率なのね。だから私たちの体が、手が長い人がいたり足が長い人がいても、だいたいこの比率で考えてることが多いの。だから、誰かの体を見てやるんじゃなくて、自分の体を見てやってね、今日は。でその体に一番、私だったらちょっとこのくらいかなみたいなのはちょっとあると思うんだけど、するとドシドからシは半音なんで、シラソファからミが半音なんで、レドって感じで、幅はちょっとこういう幅になります。言ってることがあります。ドシラソファミレドレミはソラシとはミとファ、シとドのところが半音になります。ミとファの間が半分、ソラシとドの間が半分。このルールね、このルールはちょっと鍵盤とかだとさ、イーブンなサイズになっちゃってるけど、ドからシが半分で、シからラは全音、全音っていう感じに、こう幅が区切られてると思って、だから線的には一番上とドからシはちょっと細めになるわけよ。シからラが倍で、ラ、ソ、ファで、今度ファからミも半分になるね。もうこれ言ってると分かるかな、みたいな感じで、この今手足ちょっとやってみるよ。でやりたいんだけど、ちょっとこれ難しいのは、しゃがめばできるんだけど、しゃがまないでやると手と足を使うとごっちゃごちゃに多分なる人がいるので、じゃあしゃがむか、しゃがみましょう。ドはここです、シはここです、だいたいね、自分ラはここです、ソはここです、ファはここです、ミはここです、レはここです、ドは下。わかる？ちょっと弾いてみるね。みんなもやってみて。あのサイズが違う人たちいるけど、自分のサイズやって。どう？皆さんも地味ですが一緒にやってみてください。結構大事なことです。やってみて、上がるよ、せーの。降りるよ。あ、まあ、若干ね、動画
ね、あの 手でやるとさ届かないんだけど、まあ、足元と本当は手でこう分けてやりたいんだけど、今ちょっとなんとなく自分でこう整理してみて。そしたら例えばさ、これをドレミの音階で歌を歌おうとするじゃない。そしたら例えばドレミドミドミって歌うとしたら、手はどう指しますか。ゆっくりでいいですよ、せーの。みんな幅違うない？さっきさ、そうやった時その辺じゃなかった？もう一回いくよ。ドレミファソラシドっていくよ。やりながらやって、せーの、あのドレミファソラシドで歌って、せーの。ちょっと、もう一回ドレミファソラシドやるからね、せーの。今ドレミってここで見えなかった。ドレミドミドミレミファファミレファってやりたいの。今のドレミファソラシドイメージしといてね。せーゆっくりいくよ。ドレミドミドミレミファファミレファ。そう、今ほらソラシドレはこう、ソラシドはこっちにあるからさ、そして今オクターブの半分下がだいたいこのくらいの移動だったわけで、テクトマラーになって、になるわけじゃん。でオクターブなのでドレミの歌はとっても便利な歌だね。じゃあドレミの歌をやってみましょう。せーの。しかもさ、これをやろうと思ったら歌がなんかすごい下手くそよ、みんなみんな歌がすごい下手くそ。まあいいんだけど、まあ、で今もちょっと幅のことやったから、で 手でやりましたってやったらさ、あの歌ってる時にさ、その感覚ある？私はすごくあるの。めちゃくちゃあるのよ。でピアノとか弾いてるからさ、でこ左右差はあるけど、あ高さあんまないでしょ。でこの高さと、あとこれから、うん、先週もあったんだけど重力をくっつけたわけで、今のオクターブあってね、全身やったオクターブ、これは今度は足元を見てね、ドレこうか、ドレミファソラシド、ドシラソファミレド。やってみて、みんなもいくよ、やってみるよ。ドレミファソラシド、一番上がマックスね。あの高くルルが上がれない人は、あの背伸びできない人はそこの幅でいいよ。そこから降りてきます。ドシラソファミレド、もう一回いくよ。ドレミファソラシド、降りるよ。ドシラソファミレド。すっごい地味でしょ、地味でしょ、地味なんだけど、これをやりたいわけよ。皆さんもちょっと一緒にやってみてくださいね。ちょっと今回ちょっとか。そしたら今の足でこうやったこの幅と手でやった幅、何が同じですか？そうです、出ました、比率。この比率を揃えたいわけよ。でね、手でやるとさ、手の位置がバタバタこうやるけど、でみんなもさ、例えばドからシの位置、その位置おかしくないとかさ、そこそうさっき見ちゃったよねとか、そこそうだったよねとかだったじゃん。でこのやつ適当じゃないのよ、もう完全に、あの私的に。で手が長い人は届きやすいとか、あってもなくてもどっちでもいいんだけど、この自分で比率的にこうやってるやつが自分のサイズじゃなくて、
その比率は正しくしたいよね。で今一応大体アバウトだけどどこからどうみたいなことやったじゃないですか。それはねきっと合ってると思う。まあ多少正確に言えばねもっともっとあるんだけど、であの世の中中にねそういうふうな線があるわけ。線があるって変な話だけど音は鳴ってないけど、でその音があるので合わせられてるのね、私の場合とか特にね。であと自分の体の中にも音の場所があるよって言ってるのが実はこの比率の話で、体重を背伸びしてあげるとこう背伸びして降りてくるみたいなところで、ドレミからファ半分、ソラシからド半分、ドシラドからシ半分、ラソファミファからミが半分、レド。そしたらさ、上るのと下るのってさ同じ位置に行こうと思ったらやること変わるよね。しかもさっきやったのはこの幅を足のこのくらいの幅に直してるから、さっきのやつの比率がこれと同じじゃなきゃダメってことよ。ってことはこれやりながらこれが合ってたいの、合ってたいの、目が守るなってやったいの。それで歌ってる時にこの幅感覚めちゃくちゃあんので、もっと高くてももっと狭くてもこの感覚めちゃくちゃある。で1オクターブの感覚がだいたい身長分ぐらいと思うと、分かりやすいと思うから一応そうにしてるのと、私の体の中には完全にドレミファソラシドの場所があるのでどこでやっても同じなんだけど、基本的に皆さん一番分かりやすいのはこの体重が移動するやつ。プリエステ曲がってもらってもいいんだけど、曲がるとちょっとね危うく分かんなくなるから、だからとりあえず今日は曲げないといて、膝まっすぐに、ね、なってるかどうかちょっと難しいんだけど、って上がっていくと降りていく、この高々このくらいしか私の場合上がらないけど、この中にドレミファソラシドを入れるとしたらこれと先やったのと比率が全く一緒。じゃあドレミの歌をかかとを上げながらどうぞ。せーの。ドレミドミドミレミファファミレファミファサミサミサファサファラサファラサ、ドレミファサラサ、レミファサラシ、うるさくてごめんなさい。でこの今のさ高ささはこれ、例えば今なんかこうやってかかと上げたけど、上げなくてもこの中でもドレミファソファミレドレミファソラシドシラソファミレドシラソドシラソファソラシドレミファソラシドシラソファミレドミレファミソファラってね、あるでしょ、声と同時になんか体上がるでしょ、ね、それで今もさドレミドミドミってこう切り離してもちろん歌えるんだけど、基本的に切り離してないの、切り離してないの。だからこれはやってないけど、中でこう上がっていく作業下がっていく作業っていうのはやってて、なんか例えばだからなんか歌ってる時にさ歌手の方とか見てみたらこうやってる人とかいるじゃん、こうやってる人とかいるじゃん、なんかいろいろ理由があるのね。こうやってる人もいるし、あとこうやって出る人もいるし、でこれ高さに実は理由があってこういうふうにする人もいるし、で私は自然と動いてるんだけど、どうしてそういう動きなのかっていうのが 100% 分かってしまう、 100% 分かってしまう。でその、この なぜ今こう手が出たかとかね、なぜ今こうなったかっていうのは理由があるのよ。この音を上げたり下げたりするときにそういう形状の、だから振りとしてこうやってやってる人もいるんだけど、その振りになった理由が音程の高さに合わせるとそういうちょっと高ささになるとか、あとこう振動を使って上に上げたり振動を使って落としたりしてることがあるわけ。で今のところもさ、ドレミファソラシドってやったらさ、ドシラソファミレド、スライドしていくからどこら辺でその音だよって分かんないじゃん。そしたらどうしたらいいかっていうと、ガンってなるといいの。ガン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 って言って、ガン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 って、そのちょっと狭いけどガン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 ってやって振動をもらうと、その振動のところでピチッと、その音だよって実は分かる。それは何かっていうと点じゃないの、線っていうか、その引いたものを引っ張り合ったところに音程があるから、一個の点は目指してないの。だから上に上がって降りると、上がったところであここここみたいな感じでこうジャッキ上げる時みたいに振動をもらった方が本当はいいんだけど、まあまあとりあえずそれは置いといて、で歌ってる時に例えばダララ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 って例えば歌うとしたら、適当な歌を歌ったけど、ララ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 ラみたいな動き方になるのよ。でなるでしょ、なるでしょ、なるでしょ。なぜかって言ったら、このままタタ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 タってできるんだけど、
なっちゃうのもうララ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 ラみたいな風になっちゃうのよ。だって体の中そうやって歌ってるから。でだから振り付けがねついてる場合はもちろんその振り付けなんだけど、つけなくてもさ大勢でゴスペルとか歌っててもさ、なんとなくみんななんかなんかいろんなことやってんじゃん。なんかあれってなんかまあ適当な人もいるかもしれないんだけど、基本的に歌を歌う人はの動きは歌に合った動きをしてる。で例えばなんかこう振動とかでわーって歌ったりとか、なんか癖でこうあの寺尾明さんとか曇りガラスはこれも手持ち無沙汰なだけじゃなくて歌うのに必要なやっぱり動きだったりするわけで、それがだから今の体の中の上がるのと体の中のこの下がる感じっていうのをちょっとこう訓練すれば身につくので、これはまあ皆さん入れてほしいので、今日見てくださってる皆さんもぜひこの上がったり下がったりするところにちょっと自覚してみる。あのすんごいもう全然無理なんですけどという人はまあいいよ、もうそれはそれで。だけどもし分からなかったら、例えば手とかだったらこの自分でこうやって上げると、ちょっと上げ下げしてみて、こう上げ下げするとなんとなくこうまあちょっと中途半端で分かんないよって場合は、引っ張り合うギュッと向こうに、そうこれで上げてもらったり下げてもらったりすると大変分かりやすいと思うね。これ自分とつながってるって感じなんで、でそうするとまあ倒れるとかいうのは入ってくるんだけど、でこの上がる下がるとこの比率合わせたいの。じゃあどの時に行った時にさっきのどのとこ刺してみてね、背伸びしてし下がってってラソファミでとでしょう。でしょ、これ結構ちょっとこれ地味な絵ですいません、地味な絵でね、あのだけど結局ねこれがそう、ちょっとやってみて、みんなも登ろうか、下から登ろうか、はい、ドレミファソラシド、降りるよ、ドシラ、降りすぎないで、ソファミレド、そうしよう、ちょっとこれ揃えてみてよ、それそうだよね、だ長い人はさ特に長い人は大変だと思うね。やってこれもう歌いながらね、ドレミ上がってて、ファソラシドとシラソミレド、焼くよ、せー、皆さんもご一緒に、せーの、ここ嘘だったじゃん、もう だいぶ幅いっちゃって、降りるよ、せーの、じゃあこれでドレミのミードミードみたいな、足が痛くなる。ぐちゃぐちゃでしょ。で、まあ、ちょっと確かにこう、ね、あの背伸びするのは慣れてる人とね慣れてない人がいたりとかで、あのこの間やったのはこの背伸びの上がる瞬間とか、まあ、ちょっともう細かいことやったけど、今日はその瞬間は大丈夫だから、自分で上がったこの比率が正しい方がいいから、もしかしたらカメラとかで撮ってもらって合ってるかどうか自分で確認するのもいいかもしれない。で、ドレミファソラシドでこのくらいの感覚なんだけど、このくらい、まあ、キーによってはだから例えばそのラから始まる人、ファから始まる人、シから始まる人がいるので、オクターブっていうふうに考えてもらって、今だこの音が出ない人は自分の出るドレミファソラシドで大丈夫、どのキーからのでも大丈夫なんだけど、一応オクターブって考えて、身長分大体、身長っていうのはこの身長じゃなくて、あの、まあ、何が言ったけど目があるじゃない、私たち目で見てるのよ、だから見えてるところの範囲が1オクターブかな。でこれ1オクターブ以上になった時には、実はもうちょっと長く見なきゃいけなくなると足りなくなるので、下がって小さくして見るっていうことをすることがあるのね。でもちょっと今日はそれやんない、それやるとごちゃごちゃになるから、だから切り替える。それから地声と裏声、地声で歌う時はあーって出してものがそのまま裏声になるとあーってひっくり返ってしまうので、地声と裏声を出してあげることで、幅があると意外と広がったように皆さん思うんだけど、裏声を出す時に地声で出す時よりも場所を下げるので、実はコンパクトなところに裏声と地声が入るとハマるっていうのがあるのよ。すごいちょっとマニアックな話で何を言ってるかなって言われそうな気もするんだけど、まあ、だから、いろんな意味でその例えばね、何か折りたたみ傘とかねみたいな感じで折りたたんで持つみたいな、ちょっと収納したりとか拡大したりとかっていうのを結構うまくやってんの、人間ってすごい上手にやってると思うんだけど、でそれ の当たり前すぎてみんな確認してないんだけど、今日はこのかかとが上がる分の1オクターブ、それから手で示したところの1オクターブ、これなんとか自分の体に落とし込めてほしいの。そしたらドレミドミドミって
てやるよ。ゆっくりでどうぞ。間違わないでです。せーの。歌ってる時にこっちの手はあんまり、まあ、歌う時にこうやることやるんだけど、この中の移動は絶対移動してんの、お腹の中で。足もやるけど、あと送る時に、なんか単純にこうやってリズム取るんじゃなくて、こうやって送るみたいな作業すごくするのね、歌ってる時って。で、あの奥行きとか後ろ使うん でその時にドレミドミドミってなんかペラーっとしたのじゃなくて、こうドレミじゃないけど、こう押し合い引き合いみたいなことを外からもらってやってるのね。でその時にドレミドミドミレミファファミレファミファソミソミソファソラナソファラみたいな感じに絶対動いてるから、絶対動いてるから、やってるのやってるの。 で皆さんもやってみたらなんとなくやってるかもしれないから。でそれでこれと、あ、体と合ってないとうまく出ないの。だから体のことがすごい大事だなと思ってて。でもリエもやってたらこっちの幅の感覚は全然なかったでしょ。でそしたら目が悪い方、私も老眼とかはひどいですけど、眼鏡をかけてこう修正してしまってると、ちょっとこの裸眼の感覚がずれてることがあるのね。眼鏡ないと見えないから眼鏡かけてくれていいんだけど、できたらだから目で見るのは見るっていうよりは体の感覚に落としてほしいの。うん、目でもちろん見てここってやったけどさ、この幅はなんとなくじゃなくて体の感覚で、それに視覚は足していいよ、全然もちろん。でも視覚と聴覚は足してほしい、こうイコールしたいわけだ。ってなると眼鏡で調整してる場合は、これで見えてはっきり見えるの見えると、これを外した時の、あらら、ごめんなさいこれ外した時の、これだと近視だけだっけ。あ、近視です。近視 だけだと、まあ、でも比率多少違うよね。いいいいよ、かけても。で今さ、ここの文字は見えないかもしれないけど、この位置感はそんなに変わってないでしょ。そうでしょ。だからこの、なんていうのかな、視力で見えるところでもちろん見る、見るは百聞一見しかつから、だけどこのか、なんかこの距離感みたいなやつで、距離感ってさ、みんなって何でさ表す、距離ってさ、どういう風な感じに表される、感じる、距離で感じることってなんかない。私はすんごいあるんだけど、距離で生きてるから距離感で来てるから、うん、近いよ、近いと、ちょっとそばに寄んないでください、怖いんでみたいな。例えばさ、生地屋さんに行ってさ、メーターいくらのさ生地をさ買いますとかさ、そういうのってメーターじゃん。あとサイズで言って、サイズでまあ距離感っていう言葉でいいかどうか分かんないけど、なんかちょっと長めのものを買うとか短めのものを買うとかさ、なんかあるじゃん。で適材適所でさ、豆腐なんかだったらお豆腐の一番いい形に大体なってるじゃない、持ち運べるようにとかって含めてね、みたいな感じで。私たちはそのサイズみたいなこと、距離、私今距離って言っちゃってるけど、サイズみたいなことっていうのをすごくこう普段見て暮らしてるわけじゃない。そしたら例えばこんな、はい、お豆腐買ってきたよって言ったら、大きくねってなるよね。お豆腐買ってきたよって言ったら、ちっちゃくねってなるよね。だいたいみんなそのぐらいの感じになっちゃう。しかもこれに価値が入るわけ。価値が入るのね。で、価値が入ると、リエちゃんこれ1万円したのって言われたら、ありがたいってなるかもしれないし、あ、これ5円だったってやったら、あ、まあ、ラッキーと思うかもわかんないけど、みたいな感じの時に、私たちってその価値観が入ることで、距離感とか長さが変化しちゃったりするの。そう。だから、音楽ってすごいのはそこ変化しないの。受け手の感情は変わるんだけど、比率は変わんないの、絶対に。だから今日は比率をもう体にどっしんと入れてほしいよ。この幅と上がり下がり、この幅と上がり下がりで、これやってもらったら足が痛くなるかもしれないけど、今足でこうやって上がったやつなんじゃない、これをじゃあ横隔膜に持ってもらって、
一番下まで下げるとしたらドンとすると下がるけど一回ドンってやって、うん、ドンって下がったところがドとしようか。ドそこからレミファソラシド、まあかかとがちょっと上がってもいいけど上げない、ドシラソファミレド上げない、ドレミファソラシドドシラソファミレド。でもできるでしょ、さっきかかとと手やったからさ、手とかかと合わなくてできないの。なんとなくここはドレミファソラシドシラソファミレドレミファソラシドシラソファミレド、今のかかとよりは幅狭くなるけど、ドレミファソラシドシラソファミレドレミファソラシドシラソファミレド、まあ圧がないと分かんない、だドレミファソラシドシラソファミレドレミファソラシドドレミファソラシドシラソファミレドレミファソラシ、このくらいこのくらい、もう本当にこのくらい、ドレミファソラシドシラソファミレドレミファソラシドくらい、もう本当にやってみて、このくらい、ドレミファソラシドシラソファミレドレミファソラシドシラソファミレドで、このちっちゃいやつで実際は見たら上がってるかどうかも分かんないかも分かんないけど、縮小形にしてっても体さえ自覚があればできるの。だってさ、お米に字書ける人いるじゃん、お米に。私だって書けないよ。だけどもし顕微鏡の中にお米を入れたら書けると思う、見えれば。でその際限なく、その視力が悪くて見えないとか、眼鏡かけないと見えないのもあるかも分かんないけど、その今のさ上がった下がった感を体に染み付けさせてほしいの。分かる？これとガカとやったじゃん、そしたら今度は足してお腹を、かもしれないじゃなくてはっきりとして。何が一緒？比率が一緒。比率、これを比率で言ってるの。わかるかな。それでしかも今のだと1がこう上下行ったっていうのぐらいだとは思うんだけど、それに自分をこうやって抵抗を与えてあげると、タララララ何にもなくてこうやってやるよりもちょっと抵抗をかけてあげる。だからかかと上げたのね。かかと上げることで体重が乗るから。でお腹にも実はこの抵抗は感じてるの、すごく。でドレミドミドミレミファファミレファミファソミソミソファソララソファラみたいな感じ、絶対やってるから、絶対絶対。例えばなんか誰か歌手の人がいたら、だってワンノ君の宝とか出たから絶対にこうやってたからね。でそれはあの、まあ、顎引いて歌いなさいとかもあるよ、もちろんそれはあるんだけど、体の中に比率があるって言葉だけ聞くとみんなクエスチョンと思うと思うんだけど、そのなんかそれは天才が言うやつじゃないですかって言われることなんだけど、いや感覚だからさ、感覚のことで言ったらあのみんなそれぞれ違うっていうのもあるけど、揃えようと思ったら揃えられなくないでしょっていうのがあってさ、なんかだから自分たちが持ちうる感覚で、だから今この手でやりました、それからかかとでやりました、合わなかったけど今度お腹でやりました、これ全部比率一緒なの。分かった？じゃあお腹で今やったよね。じゃあかかととお腹でやってください。だから上がっちゃう、ちょっと物理的にかかと上がっちゃうと上がっちゃうんだけど、かかと上がっちゃう中のお腹の中でもやってくれる、うん、ドレミファソラシドドシラソファミレド、この上がるのとこの上がるのの高さは違います、幅は狭いからね。やるよ、どうせーの、一緒にやりたいの、一緒に。だからあのさ、どっかで必ず同じ比率になるはずなのね。だからそのね、自分の中にあるその比率をに気づいてほしいので、今だから上がりました、ドレミファソラ、もういいかそれはドレミファソラシトシラソファミレドレミファソラシトシラソファミレド、この中の方が少し狭いはず、こっちの方が大きいはず、プラスドレミファソラシトシラソファミレドってやりたいんだけど、できるかな。お腹と足と手つけてみましょう。皆さんもご一緒に、せーの。
かかと、それからお腹の中、それから手で見える分の比率を一緒にしたのね。そしたら私は全然難しくないんだけど、そうやって生きてるから皆さんは多分バラバラに生きてるんで、ね、やったよね。でだからこれはちょっとやってほしいので、やってみてほしいの。そしたらこんなに分かりやすいことないぐらい比率だけにした方が楽だから。でも本当に今ちょっと多分ね、このオクターブが高いのよ、自分で歌うには高いし、だから本当はぐらいにした方がいいのかも分かんないけど、いずれにしても声の出しやすさ出しにくさはあってもオクターブの距離は同じなので、ね、オクターブの距離が同じだからだけど、みんなキーが違うので出ないわっていう人がいるわけ、出るわっていう人もいるので、それはあるのね。だけどオクターブの距離は変わんないの、わかる？どんなこと言ってもオクターブの距離は変わんないの。例えば富士山に行くとするじゃない、富士山どけてって言ってもどけられる？琵琶湖どけてって言ってどけられる？どけられないよね。音程ってのはそういうもんなの、どかないの。まあ、もしかしたら城は移動させることもできるし、もしかしたら埋めればできるかもわかんないけど、ぐらい自然の摂理のところにある比率だから、わかる？これは変わんないの絶対。なんかちょっとなんか近く感じたわとか、なんか遠くに感じたわとかいうような錯覚はあれど、わかる？錯覚あるけど決まってるから絶対変わんないの、この距離感は。でその距離感を自分の中にした時にどんな距離感ですかっていうのをちょっと今やってみてって3種類やってもらった。まあオクターブ、いや私はこの身長分なんて全然わかりませんっていう人もいるかもしれないから、今日はそれに合わせてねっていうやつなんだけど、基本的に私のやり方はこういうやり方になってるので、比率が変更することはないの。コードが変わったりキーが変わったりとかすることはあっても、音階の場所は絶対に変わらないの。曲になった時に順番とかが変わったり、なんかその並びは変わることはあるんだけど、音階の場所は絶対に変わらないの。で絶対に変わらない場所が比率としてあるわけ。だってさ、航空写真あるじゃん、小学校とか中学校の時にやらなかった？あれさ、あの航空写真、校長先生のロローカーのところにこうやって貼ってあるけどさ、あれってさ、小杖がビヨーンって伸びたりビヨーンとちっちゃくなったりしてないよね。ってことは小杖ちゃんたちを写したものの縮小形だよね。であれを拡大しても縮小しても変わらないよね。比率を変えたら変わ、あ比率っていうかそのなんかサイズ感を変えたら変わっちゃうんだけど、それが比率ってこと。でその比率の中に音階があるって言ってるのね、ずっと。もうこれ聞いた時に倒れる人いるんだけど、何言ってんのってなって。でも今やったじゃん、かかとのドレミファソラシドの比率、これは体重がついてよくわかるやつ。お腹のドレミファソラシドの比率、手で見てやったドレミファソラシドの比率、同じなのは比率なの。だから今日は比率を揃えたいっていうのをやってるのね。だんだん分かってきた？この比率がすごい大事で、合わないのであれば合うようにトレーニングすれば必ずできるようになるし分かるようになるから、これはやっていただきたいの。それでこれが分からないで迷子になっている人はものすごく多いんで、これはぜひともやってもらいたい。それでもし体調がねあれで上がらないわっていう人がいたら、もしお座ってるしかできないわってなったら座ってる中でも全然できるからやっていただいたらいいんだけど、比率ってことで考えれば、自分が持てる範囲できる範囲直して構わないので、いや私ちょっと手短いんで届きませんっていうのはないわけよ。短くても比率は変わんないから。で私たちが手足が生えてるものがあるとするじゃない、私身長も違うよもちろんね、体重も違う、だけど大体一緒じゃん。ちょっとたまたまちょっと手がねこっち側がつけ使えないのよって方はいらっしゃるかもしれないけど、でも大体同じじゃん、違っても大体同じじゃんね。でだからその何かが違って違うよとか何かが違わないよって言ってるんじゃなくて、比率だから今日言ってるのは、分かった？で数式とか数学の時とかにね、なんか因数分解でも何でもいいんだけど、数式をさみんな丸暗記するやん、あれがダメなのよ。だからどうしてそうなってるかっていうことをやれば、ただ学習の方法としては丸暗記をしてしまった方が後で有効的に理解できるってこともあるんですって。だいたい円周率の 3.14、 そこから先言えないけど 3.14 だから 3.14 じゃないからね本当は。だからまあアバウトそういうものよみたいな。だから世界地図とかさ二次元のところに書いてあるじゃん、だから違うって球体だからみたいなことっていっぱいあるんだけど、比率だから地図やなんかも比率があると思うけど、今日私が言ってるのはドレミファソラシドの比率だけなんとか自分の体に呼び起こさそうよと、さそうよさすのかだからかかとを上げたらドレミファソラシド、降りてくるときドシラソファミレド、お腹はドレミファソラシドドシラソファミレド、今かかととお腹合わせとドレミファソラシドドシラソファミレド。難しいのはお腹の方が小さい動きになってくるので、かかとの動きよりお腹の方が小さいってことだよね、わかる？どうで
かかとはこのくらい上がったのに、レはこのくらいな、ミーファーソーラシドシラソファビレどうしよう。だからかかとの移動をお腹と同じサイズにしたら、かかとでやってみ、ドレミオソレソお腹でやるサイズにかかとを合わせてみる。せーの、だから、まあ、結構上がっちゃってるけど、お腹のサイズに合わせようと思ったらかかと上がんないでしょ、ね、かかとのサイズにじゃあお腹合わせてみ、みたいなことよ。だからこれは比率は一緒じゃないよね。お腹はその比率で動いたらおかしいわけね。そしたらかかとのドレミファソラシドとお腹のドレミファソラシド、ドレ、こっちはだからちっちゃいよ、ミファソラシドドシラソファビレドプラスドレミファソラシドシラソファミレドってことよ。で、難しそうに思うんだけど、やったことないだけで、基本的にはお腹だけでやってることが多いのね。基本的にもうこう使ってることもあるんだけど、お腹が完全につながってるの でだからそのつながってないだけよ何度も言うけど、だからつなげるトレーニングを今日からしてみてください。そしたら歌ってる時の動きが、例えばドレミドミドミレミファファミレファって人もいるけど、ドレミドミドミレミファファミレファミファソミソミソファソララソファラソドレミファソラみたいに絶対やってるからで、やらないとできないから。で、今ちょっとこれ言うとプラスアルファ、今度は私途中でボリューム上がったと思うんだけど、上げるときにボリューム上げないと上がんないよね、音出ないの。だから上げてるんだけど、今この上下もあったんだけど、この距離っていうのもあるの本当は。うん、これも今回 やんなきゃ。例えばドレミドミドミレミファファミレファミファソミソミソみたいな。でこれもあるのよ。でも今これも一緒だったのは何、そう比率でしょ。比率が一緒なの。だからどんな感じになっても比率が一緒のとこがあるの。でしかもこの今の距離で言ったら、いい歌を届けるときには今このなんていうの、こう近いところにこう面に書いちゃったんだけど、ここの距離があるので人に届くのね。だからドレミドミドミなのよ。ドレミドミドミだとうるさいのよすごく。レミファファミレファミファソ、なんかそれがなんかこう歌の情緒みたいな感じにな、だんだんな、今ドレミの歌で情緒が難しいけどねサウンドミュージックでもね、あの人たちは上手よね。でその、 抑揚があって何とかで歌がいい歌でとかっていうののこう届くってやつはこの距離が届くのよ。だから人の胸を通すわけよ、こうやって横隔膜をこうやって。でそれがいや、なんていうの、その感情を込めて歌うってやつで、なんかそう悲しみ込んだりとか辛い込んで歌うのではないってこと。結局この距離感みたいなことの比率さえ分かっていれば、歌は音楽通りに歌えば人に届く歌になる。プラス自分の本当の感情を出す、自分の本物の感情を出すけど、なり込んでるしまうのじゃなくて、ちゃんとこの比率が正しいところでちゃんとやる。なので今日はすごい比率比率って言ってて、なんかはってまた言われ、まあ、みんなはねしょっちゅう私比率比率言われてるからね、また始まったら比率かなって思ったけど、今日大事な回よ。この一番小さい今3パターンやったでしょ、3パターンで今足したの入れて今度4パターンあったんだけど、これが合ってるとしたらドレミドミドミレミファファミレファ、こっちだね、ミファソミソ、全部それでやればいいだけなのね。同じなのは比率なの、どこやっても同じなのが比率なのね。だから早く自分の比率が分かった方がよくて、お腹を持ち上げる感覚があるんだけど、お腹だけ持ち上げるのちょっと難しいので、だからかかとに体重乗っけてあげて今ちょっと背伸びするっていうのをこうやってみたわけね。登ったり歩いたりで、こうなってくるとドレミファソラシドとドシラソファミレとやることどう違いますか、上りと下りどう違いますか。
そう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 でしょ。だからずっと言ってるけど、上りって上ったのと下ったのって、何で分かりました？体感の実感で基本的にやりにくいから分かるよね。上がりました下がりました、うわ下がっちゃうね、上がる時と下がる時違うねと思わない？上りと下りが違うので、ドレミからドーって降りてしまうわけ。ミドミだから、ドレミって行く時はドレミって言ってるから、割と幅そんなに取ってないから、ドレミって言ってるけど、ドって一回降りちゃうとミまで結構上がんなきゃいけない。ドミレ下がんないように気をつける。ミパパハブミレパミパソみたいな感じで、音を上がったり降りたりする時の感覚が自分の体にないですか？あるよね。だから歌は感覚だよってずっと言ってるので、感覚は人に教えられないよっておっしゃる方多いんだけど、私は分かるやつで教えているので、まあ、皆さんも今日はね、比率の話をしてるんだけど、3つのパターンやりました。かかとを上げるやつ、それから手で身長分でこう示すやつ、まあ、膝曲げない方がいいんだけど、プラスお腹の位置を上げたり下げたりするやつ。この感覚をね、目覚ましてくれると歌絶対上手になるので、あとなんていうかな、どうしてそうなのかよく分かんないって思ってるところに答えが出てくるので、ぜひともね、皆さん自分の体の感覚をね、生かしてもらいたいと、なたいなと思って今日やったんだけど、どのぐらい分かったかな、まだ分かんないかな、大体でみんなこれ分かってないしね、全然ね。だからこれをせめて3つは無理かも分かんないけど、2つぐらいいっぺんにやる練習してみては、見てはいかがでしょうか、見てください。そしたらいつか必ずこの上がったり下がったりすることで実感として比率が理解できるはずです。なのでぜひ今日の会話も本当に何回保存会そんななのかな、まあ、そんなわけで皆さんもね、ぜひねこの比率のことを考えてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いなと思ったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。チーズボイスレッスンでした。みんなも比率やってみてね。